マサルの勉強部屋セキュリティ編。今回は CM について話してみたいと思います。改めまして、今回のテーマは CM です。目次、説明、最後に簡単なおさらいをつけてますので、最後まで動画楽しんでいってください。では始めていきましょう。まずは目次からです。今回はこんな流れで話していきたいと思います。まずは多層防御とは何か。 CM を理解する上で、まずは多層防御の概念を勉強する必要があります。そして CM とは何か。 CM を勉強する上で SIM と SEM という単語が出てきますので、その2つをご紹介したいと思います。それでは説明に移っていきましょう。まずは多層防御についてです。多層防御とはセキュリティ機器を複数組み合わせて利用する防御方法です。では例を見ていきましょう。攻撃者と情報資産を守るサーバーがあります。セキュリティ機器をいくつか入れて防御してみたいと思います。一次防衛ラインとしてファイアウォール、二次防衛ラインとしてアンチウイルス、三次防衛ラインとして IPS、 四次防衛ラインとして EDR を置きました。では実際に攻撃者が攻撃をしてくるとどのようになるのか見ていきましょう。攻撃者から攻撃が始まりました。一次防衛ラインのファイアウォールを突破して、二次防衛ラインのアンチウイルスも突破してしまいました。しかし多層防御であれば、三次防衛ラインの IPS などを使って防御することができたり、そこを越えたとしても四次防衛ラインの EDR などを使って防御することができるかもしれません。多層防御は複数の異なる手段で連続した防御壁を置いて攻撃を防ぐといった考え方に基づいています。ちなみにこの防御壁に穴があるのをスイスチーズに見立てて、こういったモデルをスイスチーズモデルと言ったりするそうです。もちろんチーズの枚数が多ければ多いほど多層防御の効果は高まると言えます。そして多層防御のいいところはこれだけではありません。多層防御を行うと相関分析と呼ばれる防御手法を実現することができます。この相関分析で活躍してくれるのが CM です。では CM の動きについて見ていきましょう。 CM とはセキュリティインフォメーション&イベントマネジメントの略です。各種機器のログを総動員して解析し、セキュリティ上の脅威を検出する仕組みです。では動きを見ていきましょう。各種機器から CM に対してログを送ります。そしてログを送られた CM はこれらのログをリアルタイムに相関関係を分析解析して検知することができます。製品単体ではなかなか明らかに脅威とは言い切れないものも、各種機器のログを相関関係を分析することによって製品単体よりも脅威の検知率を高くすることができます。これが CM のすごいところですよね。では最後に CM を勉強する上で出てくる SIM と SEM について話してみたいと思います。結論から言うと、 SIM と SEM を足したら CM になります。 SIM というのはセキュリティインフォメーションマネジメントの略です。複数の機器のログを収集して一元管理しています。 SEM というのはセキュリティイベントマネジメントの略です。事前に設定したルールで分析し、管理者に通知する機能を持っています。もともとはこの SIM と SEM というのは別々の仕組みだったんですが、今は2つ組み合わせて CM といった仕組みになっています。それでは今日の学習を振り返っていきましょう。おさらいです。CM とは何でしょうか。 CM とは各種機器のログを総動員して解析し、セキュリティ上の脅威を検出する仕組みです。多層防御による相関分析に役立てることができます。はい、それでは今回は CM について話してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画が皆さんの学習の役に立つととても嬉しいです。それでは今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。最後まで動画ご視聴いただいてありがとうございます。皆様のおかげでチャンネル登録者数も600名を突破することができました。いつも応援ありがとうございます。目標は2020年中にチャンネル登録者数1000名を突破することです。
最後に突破口 .com 様と一緒に作っている IT 用語動画辞典も概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。